はい、こんにちは。今回は営業利益と経常利益の違いについて紹介いたします。合わせて売上総利益と最終利益についても触れますので、この動画を通して4つの利益について理解をしてください。 株式投資をしている方などはですね、投資対象の企業とか、投資を検討している企業の利益状況とか気になるところです。新聞などを見ると、営業利益が何百億円とか、経常利益が何十億円とかですね、そういった表現がよく目につきますけど、その違いって何なのでしょうかということですね。それから、その株式投資とか資産運用アドバイスする側、ファイナンシャルプランナーとか、証券外務員の資格試験にもよくこの違いなどは問われますので、勉強中の方もぜひ参考にしてください。 はい、えー、FP お金レッスンでは、ですね、こういった資産運用関係の動画とか、行動経済学、私たちのお金の使い方とか、それからまどっぷり金融分野ですね、えー、債権であるとか、そういった計算方法とかですね、こういった動画もアップしておりますので、よかったら参考にしていただければと思います。はい、では、まず順を追ってですね、紹介していきたいと思いますが、私たちが日頃よく接していると言いうんですか、一番分かりやすいのはこの売上だと思います。 例えば、ラーメン屋さんであればですね、1杯いくらで1日50杯売れましたよということであれば、だいたい売り上げいくらかというところは分かるわけですけれども、そこから売り上げ総利益、いわゆるあらりと呼ばれるもの、そしてどん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 下に行けば、ですね、営業利益、経常利益、そして税引き後利益と、これが最終利益と呼ばれるところですけれども、こういった流れで計算が進んでいくということなんですけれども、一つ一つ確認をしていきますと、ラーメン屋さんで例えますと、 売上と売上総利益の差はですね、原材料です。ラーメン一杯を作るために必要な原材料を引くと、売上総利益、そしてあらりということになります。ですので、商売をする方なんかはですね、あらりが高い商売なのかどうなのかといったところ、大事になったりしますので、まあ、ここの話をしてるんですよということをぜひ覚えておいてください。はい、そのあらりから販売費や 一般管理費ですね、やっぱりアルバイトを雇ったりとか、例えばラーメン屋さんだったらスポーツ紙が置いてあったりとかですね、テレビがついていたりとか、そういったいろいろな経費がかかりますので、そういったものを差し引いたものが営業利益ということですね。はい、で今日のテーマはここなんですが、ここの違いは何かと言いますと、この営業利益から受け取り利息とか支払い利息ですね、ラーメン屋さんがお金のを借りたりとかしてですね、利息の 支払いいが発生していたりとかそういったところ営業外の部分を考慮したものが経常利益ということになりますでその後税金を払って税引きを利益、最終利益というふうな流れになっていくんですけれども、ちょっとここですね、今回のテーマなので、もうちょっと深く見ていきたいと思いますが、はい、今のところちょっと拡大しましたが、売上総利益ですね、原価を引いた、原材料を引いたところからですね、いろんな必要経費が かかります人件費ですね、アルバイト代とか、それからお店の家賃も必要でしょうし、通信費とか、ですね電話代とか、インターネット代とか、そういったのも必要になってくるでしょう。そして消耗品費ですねいろんな えー、雑貨類とかも必要になってくると思いますし、そして原価償却費ですね、これは大きな機械とかそういったものを数年間に分けてですね、えー、古くなっていくほどこう経費として計上していくという会計上、税務上の一つの方法なんですけれども、こういった価値が減問することによる経費とかっていうのも計上していくことになります。でこれらを全部引くと営業利益でしたよね そして営業利益と経常利益の差は、受け取り利息や支払い利息などということなんですけど、このあたり、ちょっと覚えるのが少し大変と、ちょっと試験対策っぽい話になるんですけど、覚え,る覚えにくいなということであれば、私はこうやって覚えました。はい、ここで線を引いてもらって、営業という言葉を借りて、ですね、これ例えなんですが、営業時間内でキャッチできるもの、把握できるものが上、営業利益ですね。 で営業時間外にならないと分からないものが受け取り利息や支払い利息だというふうに、えー、覚えていくのはどうでしょうかと。とよって、まあ、経常利益ですね、えー。要するに、例えば営業時間内であれば、ですね私たちがお客さんとしていけば、あこのラーメン、すごいいい材料を使っているよねと、こういったことも分かりますし、アルバイトが何人いて、人件費これくらいかかってそうだなということもなんとなく分かりますし、どの辺りの店舗かということで、家賃もす。えー 想像することもできるでしょうしと、と、えー、そしてあ、すごい大きな機会があるな、ないなとかですね、こういったことも一通り営業時間内にお客さんとしていくことで見ることができますよね。一方、受け取り利息とか支払い利息って、店主がですね通帳を見ながら、それから銀行の方と話をしてとか、こういうのってあまり営業時間中にやらないと思いますので、営業時間中にやらないようなことを考慮したものが、経常利益だと。 営業時間中の話が営業利益だと、こういうふうに線引きをしていただくと、少しクリアになるんじゃないかなといったところですね。はい、ですので、これはもう少し最後ですね、確認しますと、売上から原価を引いたものが売上総利益と呼ばれる、そして人件費とか販売管理費ですね、いろんな必要経費とか、そして原価償却費、こういうものを引いたものが営業利益ですよ、と、今日の1つのテーマ。 でここで線引きをして、あなるほど、ここまでだったら営業時間中で、あの一お客さんとしてお店に行っても、なんとなく状況って把握できそうだなといったような数字が並んでいるということですね。一方、この線の後とっていうのは、受け取り利息や支払い利息、店主がどれだけお金借りているかとか、通帳にどれだけ残高があるかというのはなかなかわからないのであ、そういった営業時間外のことを考慮したものが、経常利益なんだと。 そして、特別利益とか特別損失というのはですね、これは本当にめったに起きないようなことです。例えば、もう長年持っていた別荘を売却するとか、毎年毎年発生しないようなことで利益が生じる、あるいは損失が生じ,生じた場合は、ここで考慮しましょうと。で、ここまで来ると、税引き前の利益ということで、そして税金払って最終利益ですね。 税引き後利益というこういう一連の流れになっていますよということなので新聞などでは売り上げが上がることもありますね売上がよく取り上げられることもありますしこの営業利益や経常利益が紹介されることもありますそして最終利益とか税引き後利益とかここもちょっといろんな言い方呼び方がありますけれどもここが。 最後のところが紹介されることもありますので、どこの話をしているかと知っているだけでもですね、ちょっと企業の見方って変わってくると思います。例えば、最終利益がすごく黒字でもですね、営業利益が赤字だったらどういうことでしょうか。営業時間内の話なので、ラーメン屋さんとしてはあまり儲かってないと、むしろ赤字なんだけれども、何か特別な利益がめったと起きないことが生じて、たまたま生じて、その結果、黒字で。 税引き後利益、最終利益は黒字ですよというふうに報道されているのかもしれないんですよね。こういうことを紐解く上でも、それぞれのポイントって重要になってきますので、ぜひ参考にしていただければと思います。はい、では次回の動画はですね、ちょっと今日紹介した営業利益が絡む EV ですね、エンタープライズバリューと事業価値と言いますが、EV と EBITDA 倍率という、ちょっと難しい指標になりますが、こ,のこちらを紹介したいと思いますので、ぜひ合わせてですね、次回以降またご確認いただければと思います。では、今回の動画は以上となります。ありがとうございました。